それでは今日の試合のハイライトを見ていきましょう。先発の戸亀です。立ち上がりから左バッターをうまく抑えていきました。まあ、この変化球はかなり武器としてね、はい、これから役に立つ進化ですね。柳田をフォアボールで出したんですが内川ファウルフライに打ち取って初回は0点です。1回の裏バンデンハーク、ランナー2塁に置いたところ、中村武也がこの先制タイムリーということです。まあ、連敗中にはね、はい、こういうあの先制打大きいよなっていうねがねあって、うまくスタートできたと思うんですけどね、はい、その直後でしたけども、ここはやはり中村の初球ツーベースが痛かったですね。痛いですね、はい、だから点を取った直後、はい、やっぱりしっかりと抑えないといけないっていうね、反省点が出ましたね今日ね。今宮犠牲フライ同点の後の高谷のセンター前勝ち越しタイムリーです。2対1すぐにホークスが逆転に成功です。4回の裏ランナー1塁外崎スタートを切ります。これがプロ初走塁です、はい、この走れる外崎もねこれからすごく働きそうな雰囲気がありますよ ね。しかし住谷は三振で点は取れませんでした。5回の表ランナー3塁で本田センター前タイムリーヒット3点目3対1。まあ、この1点はねちょっと痛いなと思いましたけども、その後もねすぐ直後にこれですもんね、はい、このホームランで、まあ、ライオンズもまだまだ食らいついていく姿勢がね見られましたよね。ライトスタンドの中段から上に入っていきました秋山です。第9号でその後フォアボール2つあってチャンスだったんですが点取れませんでした。まあ、速球もありこういう変化球もあり、はい、要所を締めることができる、だから勝てるピッチャーなんです ね。6回です。松田がこの試合3本目のヒット。ここで戸亀がピッチャーの交代を告げられました。5回と3分の184球でこの悔しさをあらわにします。そうですね、まあ、悔しいですよね、2番手武隈ワンアウト満塁のピンチ、まあ、本当にあのこの武隈がね、はい、試合を壊すんじゃないかと心配したんですけども、なんとか踏ん張ってねダブルプレーで点を与えなかった、ね、7回の裏ここから継投策のホークス、まずは森です。秋山で2アウトになってから栗山打ち上げてるフライ、まずは森がパーフェクトピッチング、まあ、150キロを超えてくるまっすぐはねなかなか打てないですよ ね。8回です。増田、ライオンズからしますと昨日今日と明るい話題はこの増田です。そうですね、さらにはこの戸崎のプレーです、はい、そのプレーね、これ本当にあの大ファインプレーだと思うんですよね、やっぱここから増田が崩れるパターンがある可能性があったのに、はい、そこを3人で抑えられた、これ大きいですよね。しかしこの今宮外の高め、今見たらちょっとボール気味の球でしたからね。そうですね、上からきっちり伝えたんでしょうね、ボール際に入るホームランでした。今宮今日2打点です。そして最後はサファテ、こちらも159キロまでボールがスピードボール出てました。4対2というゲームをハイライトでお届けしました。